こんにちは町長の山名総吾です日ごとに山の木々の緑が色濃くなり爽やかな風を感じながらも紫陽花の花も美しい姿を見せるようになった今日この頃皆様にはいかがお過ごしでしょうか5月14日からの集落別懇談会では町民皆様のご協力により10地区を終了することができました 今年も上川町の4つの最重要施策、1つ目として上川町地域創生事業、2つ目として公立神崎総合病院北間改築事業、3つ目として CATP 光ケーブル化超高速ブロードバンド整備事業、4つ目として集落要望の確実な実行を中心に話をさせていただいています。 特に本年度を地域創生実行3年目と位置づけ山の再生として三ツの出荷や紅葉創生樹、船団の植樹などの取り組み農業の再生としてアグリイノベーション上川を4月から法人化し、えー、販路の拡大強化に取り組みますまた企業誘致の視点から丸しいタけ栽培の菓子工場を整備し 金床をを化しした循環型農業を目指していいるところでございま,すまた、上川町最大の課題であります少子化対策では、平成27年から2年続けて70人を超える出生となりましたが、昨年は60人を割り込んだことから、さらに若者定住・移住政策と出産・子育て環境の充実に取り組むこととして、 7月から医療費の無料化を高校生まで拡充いたしますますた中学2年生の子どもの夢をかなえる事業の上川町産ゆずで作ったスキンクリームに続く第2弾としてボディーソープが完成しました特産品の開発と合わせてふるさと醸成の取り組みも推進していきます 引き続き、上川町の豊かな自然を活用した仕組みを作り上げ、多くの人が強い、これからも住み続けたい町、上川を目指していくとともに、本年度は第二次上川町長期総合計画の策定年度であることから、ぜひ、多くの皆様に、今段階にご参加いただき、ご意見、ご提言をいただきますよ、うよろしくお願いいたします。さて、 20日には、第13回上川町消防団双方訓練大会が開催され、連日、連夜訓練に勤しまりました各分団が力いっぱいの双方を披露していただきました。ポンプ自動車の部優勝、阿波川南分団福本部、小型ポンプの部優勝、落田に分団をはじめ、入賞されました分団の皆様、本当におめでとうございます。 また、団員皆様方の日々の活動と、それを支えていただいているご家族、地域の皆様に心から感謝を申し上げます。優勝分団には、来る7月1日の中張町区消防総合大会に上川町の代表として優勝を目指し、最善を尽くしてください。期待しております。 同じく20日には姫路市文化センターで、近婚夫婦祝福式典が中張まで536組、上川町からは17組の近婚夫婦が参加のもと、盛大に開催されました。人生を共に歩みながら、今日の上川町の礎を築いてこられました皆様方に、改めて感謝しますとともに、ますますのご健勝を心からご記念申し上げます。 27日には、町子ども会球技大会の前哨戦、上川町ジュニアソフトボール・バレーボール大会が開催され、熱戦が繰り広げられました。また、2位の水車祭りが開催されるなど、各地で交流の輪が広がったものと感じております。28日には、姫路五穀神社におきまして、上川町戦没者慰霊祭が執り行われました。 先の大戦で亡くなられた戦没者の御霊を前にして、今、朝鮮半島や中東情勢など、多くの課題もありますが、核兵器のない、戦争のない世界に向けた取り組みに尽力するとともに、平和で豊かな、安心して暮らせる上川町のまちづくりに全力で取り組む決意を新たにいたしました。6月がスタートします。4日から8日までの間、 中学2年生102名が参加してトライアルウィークが始まります町内34事業所でお世話になりますが子どもたちが地域や事業所の皆様とともに汗を流すことで社会の一員としての比較を感じることのできる絶好の機会となっていますどうぞ温かく見守っていただきますようよろしくお願いいたしますまた6月はあゆの解禁をはじめ 犬川中村・の蛍祭り、さらに月末には越川名水街道夏物語神殿ふるさと村の蛍夏祭りなど上川町の自然と触れ合えるイベントが盛りだくさんですえ加えて16日には町子ども会球技大会17日には歴史ウォークなどが開催されますので引き続き上川町の魅力を感じていただきますようお願いいたします また、派生駅沿線写真コンテスト実行委員会が、JR 万端線派生駅鉄道写真コンテストの投稿写真を募集されています。奮ってご応募ください。そして、十五日から二十七日までの日程で、第八十五回上川町議会定例会が始まります。審議員の皆様と本格的な議論が議場の場で始まります。 えちょうど議会があ地域創生の取り組みをはじめとしてしっかりと町の未来を見据えた議論を展開していきたいと考えています結びになりますが梅雨に入る6月は集中豪雨・河川の増水に十分ご注意いただきながら健康と安全第一でお過ごしいただきますようお祈り申し上げまして6月のご挨拶とさせていただきますありがとうございました